さわりくら。携帯電話のデータが消え、撮影動画も編集動画もなくなってしまいました。新たに準備していたため1週間のお休みとなりました。ご心配をおかけしました。今回はタイ・イスズによる支援物資配布の様子のご紹介です。8月下旬、タイ北部では雨が降り続き、冠水や床上浸水の被害が出ました。パヤオ県北東部に位置するうちの村でもかなりの被害が出ました。そして今回、被災者を元気づけようと、イスズ・チェンカムさんが支援物資を配ってくれました。村の方で事前にリストを作り、それに基づいてイスズさんが配ってくれました。支援物資配布の様子はよくテレビのニュースで見ますが、実際に見たのは初めてです。タイではよく行われるようです。うちもリストに入っていて、オウムちゃんが受け取りました。受け取り時に記念撮影するのがお決まりのスタイルです。家の裏を流れる小川が増水し、壁底が削られて土が流れ出し、壁の内側に大きな穴が開きました。その後、壁は川に倒れ込み、さらに土が削られていく状態になっています。本格的な復旧工事は乾期まで待たなければならず、それまでは応急措置でしのぐそうです。会場ではオイル交換や簡単な点検もできました。技術料などは必要なく、実費のみで対応してくれます。北部料理の辛いそうめん、カノムチンラムニャオが振る舞われています。イスズさんが材料代を出し、村の人がボランティアで作ったそうです。お水とアイスキャンディーも無料でした。受付番号による抽選会も行われました。商品はイスズさんのタオルや T シャツでした。一等賞は肥料や農薬をまくための噴霧器、充電式の最新モデルでした。最後は全員で記念撮影をして終了です。スズチェンカムさん、ありがとうございました。
身はインスタントラーメン、米、お菓子、ジュースなどでした。今回は美鈴さんによる支援物資配布の様子のご紹介でした。最後までご視聴ありがとうございました。コメントお待ちしてます。